はい、こんにちは、つよです。今日はですね、このエルベールさんだよねのこのキットをお姉様にこの間いただいたんですけども、めっちゃ可愛くないですか。ガーリーっていうのかな、何かすごいなと思ったら、まずドライフラワーがキットに入っているのがすごいなって思いました。ちょっとこういう感じのキュートさ、可愛さ作ったことなかったので勉強したいなと思いました。しかも何回も使えるシリコン、ありがたい。しかも可愛くない、このリボン、これ長さ違うんだよ。で、あとこのドライフラワーになんで食いついたかっていうと、これこのドライフラワーあるんです。うちの店でレジンを始めた当初からあるんですよ、これ。で、これ、この形出ないんですよ。すっごい出ないんですよ。まぁ、ちょっと厚みはある、平らじゃないドライフラワーなので、これ私はネットで最初買ったんですけど、もう1年ぐらい前だよね。私は何回か使ったんですけど、それで、こっち？この平べったい方、これはめちゃめちゃ使いやすいらしく、お客様出るんですよ。そう、見本がなくても5枚刃のやつ、これ100均さんにも売ってるやつですよね。で、この厚みのあるドライフラワーの方を見本でじゃあ作っといて置いといたら出るんじゃないかなと思ったら、なんとキットにドライフラワーが入ってるって贅沢キットです。題名はスターフラワー、はい、キュートリボンです。ちょっと開けてみましょう。ちょっとなんかいつものエルベルさんと違う気がする。え、花が違う、入ってるやつかな。ちょっと入ってるもの見てみましょう。トリセツはいつもと同じですね。ちょっとね、あんま変わったことは書いてないです。はい、じゃあ入ってるもの見ます。シリコンモチーフ抜き型、これだよね、リボンです。かわいい、超かわいい。これ何回も使えるんじゃん。しかも見本で置いといたらやばい、また売れちゃうかも。いや、うまくできたらの話ですけど。っていうか、出そう、これ。いや、普通にレジンでねやりたいっていう方が。かわいい、いいね、シリコンはやっぱり。何回も使えるところがね。フロッキーパウダーオレンジ、フロッキーパウダーっていうのが、あ、モフモフだよ、これ。モフモフだ、これモフモフ。あ、私がつけた名前ですけど、モフモフのオレンジが入ってました。セリアさんに売ってますね。ということで活用できますね。で、あとは普通のホワイトの、カラーリング塗料ですね。ラメホワイトですね。はい。車の塗装でいうとパールホワイト系で、綺麗。もう一つ入ってるのが、ミックスグリッターのホワイトです。はい。で、で、パーツがなんかいっぱいあるな。パーツ、お花、まずすごい、このちゃんとしたケースに入ってる、かわいい。色がオレン、あ、ダークオレンジ、ライトオレンジ、ダークオレンジ、ライトオレンジ、ライトピンク、ナチュラル2個、これか、白か、5個入ってます。
すげえ、キットにこんなの入ってるの初めて見た。で、飾りパーツのハートが、これちょっとちっちゃいんで開けないっす。ハートが1個、飾りパーツ、チャトンのベージュ、これですね、チャトン、エルベールさんのチャトンね、この上にはレジンを垂らすなという、チャトンのベージュは3個、はい、入ってます。ビーズの丸、マット薄ピンク、これが2個、半円で半分で切れてるやつですね。はい、ちょっとチャトンがちっちゃいんで後で開けます。で、あとがデザインフィルムが入ってますね。文字だけです、今回は。クリア、デザインフィルム、クリア。はい。スマイル。アンダンテ。I wish you all the luck.N N ってなんだろう。あ、これのどれを使うかはちょっとわかんないです。見本見てないです、まだ。見本通り行こう。あとマルカンとヒートン、ボールチェーン、はい、1個ずつ、はい、です。以上です。100均さんでまあ代用はできますね。ということで、ちょっと見本を頑張って作りたいと思います。どうしよう、またうまくできてくださいとか言われちゃったら。最近そればっかり、気をつけます。じゃあ工程の1なんですけども、各パーツの準備をします。お好みに応じてハサミでデザインフィルムを柄ごとに切り抜きます。はい、まあいいや、フィルム後で硬化してる時に切ります。で、このパレット、この間紹介したんですけど、これお姉様にいただいたやつで、で、これお姉様があの日に撮影した日に自分で使ってらして、この辺使ってたのかな、多分。ほんで帰りがけに超本当にちょびっとの除光液をコットンにつけて拭いて、次の日私がこれをまた使ったんですよね。確かこの辺使ったのかな、動画で。ほんでその日の帰りに除光液で拭いて帰ったんですよ。で、まだなんか全然いけるんで、3回目これ使います。で、ちょっと私には似合わないんですけど、じゃじゃーん、パジコさんの朝食スティック。じゃあこれね、4つあるんだけど、どこを何していいか分かんないけど、それは人間で自分で決めて。スプーン&ヘラ1個、ニードル&ヘラ1本。こんなおしゃれなもの私が使えるのかしら。これは送っていただいて、ありがとう、ありがとうございます。いただきものです。ありがとうございます。使いこませんかな、これ。素敵。やべ、素敵。まず、まずね、これよ。もうシリコンにレジン入れちゃいます。で、今ちょっとこの間私がスライム、わーい、あ、スライムじゃない、レジンで、わーい、スライムだって遊んでたんですけど、どうやらそれだと端っこまで行きにくいし、レジンが気泡も入りにくいからなんだっけ、エンボスで温めてから冬場はやった方がいいよっていうアドバイスをいただきました。ありがとうございます。で、この間お姉さんがなんか作った、隣で作った時は
ちっちゃい水筒、まあマグカップでもいいんですけど、入れて、そこにもうレジンのこのラベルを剥がしてるやつをつけてやってました。で、私はその後の動画か、その後かその前だかわかんないですけど、私は一人でバイスライムだってやったんですけど、ちょっとそれはあまり全然良くないことなので、冬場はレジンが固まりやすいので、寒くて、なので、ヒートンとかで温めながらお願いします。もしくはお湯につけちゃった方が早いと思います。容器のラベルを剥がしてね、じゃないと大変なことになるんで、そうするとまあ気泡も温めれば気泡も入りにくくなるんでいいと思います。あ、でこれちょっとあの問い合わせがありました。ダイソーさんの、ここがね赤いやつなんですよ。で、何使ってましたっけってやつ、ダイソーさんの軽梱包用ってやつです。私が今使ってるのが、これは糊が裏に残りにくいです。で、お客様の方で使ってるのは、今ホームセンターの前に教えていただいたあのペンキ売り場に売ってるやつの軽梱包用っていうテープを使ってます。私はちょっとダイソーさんのこれ使ってます。で、これダイソーさんにこの太さでなんだっけ、クラフトテープだっけ、なんだっけ、マスキングテープあるんですけど、それ超強くてのりの残りがやばいんで、必ず軽梱包用っていうのにしてくださいませ。すいません、これパッケージがなくてね、あのバーコードを教えられないんです、すいませんです。はい、すいません、動画切っちゃって、ちょっとね副業の方のお電話が来てしまって、今日あれなんですよ、ここマグロ祭り2日目なんですよ。12月今日29ですね、昨日からやってるんです。28、29、30の、年末の恒例なんですけども、マグロ祭りっていうのをやってまして、まあお正月用のマグロをはじめカニとか魚介とかのやつですね。あとお正月飾り、昨日ちょっと私あのお店できなくて、ちょっと病院といろいろあったんで帰りに覗けたんですよ、マグロ祭り寄れて。昨日はね、やっぱ平日だったんでね、寒かったわけですね。人もあんまいなくて、ただ今日がもうちょっとすっごい混んでて、ちょっとそっちの方でうちの副業、私の副業の方でイベントを出してるので、さっきも午前中行ってきたんですけど、すごい人でした。もう大渋滞ですね、三浦市は。覚悟してましたけど、この3日間は。これもうないかな。で、これ今空になったと思うじゃないですか。これ試しにやってみます。あのアドバイスいただいたんです。これもこれ容器の周りについている可能性があるから、エンボス当ててみてって言われたんですよね。どうなるんだろう。まあ温める、まあ、お湯があれば一番お湯につけちゃうのがいいんですけど、そう、今日副業の方のイベントやってる場所と、ここはチャリで、あの、3分から5分ぐらいなんで、今ちょっと届け物をね、長男を走らせました、チャリで。私のままチャリで。あんまこっちの方は、ちょっとお客さんあんまいない。そんな影響ないんですけどね。観光客の方も、車がすごかったの、とりあえず。もう、第1、第2駐車場が埋まって、臨時駐車場まで、すんごいんですよ、いつも。まあ、地元の人間も買うぐらいね、ぐらいなんですよ。あの、うちは、そんな金はね、パパに、お正月のやつ、これ食べたいとは伝えてあるんだけど。実家で食べよう、宝。
もう出ない。でこのパジコさんのこれ使っちゃうの？やだ、どうやって使うの？で足りてないし、あ、じゃないや、何これね、工程に進んでるんですよ。1はこれを用意しろってことなんで、よ、あ、遠くなっちゃった、ごめんなさい。工程の1がまずこれを用意しろってことなんで、用意しました、パーツ出しました。そして工程の2、レジン無着色をシリコンモチーフに半分程度まで流し、半分まで入れちゃうの、もう足りねえじゃん全然。やっぱりちょっと粘着があるので、あのスライムスライム言って喜んでる場合じゃなく本当ありがたいよね、そんな、そんな私が 無邪気にね、そんなスライムスライムバカみたいじゃん私やったらね、 それどころじゃねっつうの、温めろって話よねわざわざご連絡したらすいませんってのかかること今日も客商売やってんだからそれぐらい学べって思って自分で自分に突っ込んどいた、反省していた。これだったら温めればさ、気泡も消えるし、端っこまで行くし、柔らかくなるし、エンボスかけりゃいいんだよ持ってんだからさみたいな。ずっとこのエンボス眠らしちゃってて、っていうのもね、ちょっと理由があったんですよ、エンボス出してない。あの冬場で今エアコン1台ついてるんですけど、夏はクーラー1台で、あともうそれ以上電気使わないんですけど、冬場はここ路面なんでドア開けっぱなんですよ、寒いんですよ。ということで今日スタッフ2人長男と私いるんで、ヒーターを1人1台使っちゃってるんですよこれ以上電気使うとあのブレーカー落ちるんで、ちょっとエンボスしまっていたんです、ごめんなさい、理由それだけです。この間ね2階で、それでそうそうお客さんが2階に上がりたいって言うんで、ね、2階寒いっすよって言ったんだけど、いいって言うから、あのまあちょっと昭和の雰囲気上がっていただいたんですけど、ストーブをつけてあげようと思ってストーブ2階に運んで、でやったらあブレーカー落ちましたで一応電子レンジは気をつけてるんですよ。電子レンジを使うときはストーブ全部清って切れみたいなメモはしてあるんですよ、台所に。マジね。よし、でこれで今気泡ゼロっすよ、エンボス神じゃん。あ、長男がお使いから帰ってきた、ありがとう。うん、トミカのところだけ今動画撮って全部入っちゃうからそれいやいやいや、それ仕事の内容だべ。ちょっと待って。ちょっと一回行きます。役に立ってんのか立ってないのかよくわかんない息子が帰ってきたので、次の工程行きます。入れて、これで硬化しないんですよ。次、工程さんがパーツをピンセットやつまようじで配置し、その空いてる隙間にミックスグリッターを沈める。はい。ここで、うわ、エルベールさんで言っちゃ、いや絶対やっちゃいけない、まさかの茶トンにレジンをいつもかけるなって書いてあるのに、ここでなんと茶トンを沈める、すげえ。ちょっと待って、これ向きが全然わかんない。ちょっと待って、これで出来上がりは分からん。まあいいや、目印これはまず先で、向こうが、そこが、あの下側が表になるんで、ちょっとお前うるさい、テレビうるさいよ。本当にね、あの いないと困ることもあるんですけど、いるとマジ迷惑迷惑までいると迷惑ってすごいよね、手伝ってもらっときながらで、うるさいっつうのマジで、ほんとやめて。
これちょっと分かんない、ちょっと分かんなくなった。これまず入れる。これなんだ、ビーズの丸を長いリボンのここここなんだよ。それでまさかのチャトンをほんと沈めんの、これ沈めてんだけど、これね断面図がちょっとねすっげーわかんない、どうしよう。ちょっとわかんない理由言っていい？撮り鉄がこうなんですよ。次こうやってやれって書いてあるんですよ。今ここまで半分入れました、レジンを。でチャトン裏返す、ビーズ丸も裏返してフラワー入れるんですけど、これ形がリボンじゃないですか。どこに入れんの？わかんない、それは書いてないんだけど。本当は自分の好きなように作っていいから、多分好きなように入れていいんだろうけど、できたらこれ通りにしたいんだよね、可愛いから。日本はこれ、ごめん、逆、これでいいの？向き、ちょっと花びらちゃんと開いてる？こうで、もう一個はこれ何色の花なんだろう、書いてないんだよね。スターフラワーを軽く押す、馴染むように、はい、押してますで、この隣にライトオレンジを入れる、はい、いいよね、押します。もうね、見本の表今見てます。で、スターフラワーのピンク、これがこの丸ビーズの下、ちょっと今説明書の方の断面図だと分からなかったので、出来上がりの図の表を見て入れてます。で、こっちにスターフラワーの、ナチュラル、長男、うん、裏り込んでた？うん、なんか駐車場で子供が鬼ごっこしてた。うん、駐車場で。うん、ということで、マグロ祭りはまだ混んでるらしいです。これ帰りの車は多分また大渋滞だね。私は裏道使いますから。で、花は1個、これ予備かな。で、チャトンなんだよね、問題は。ビーズの。チャトンほんと入れんの？上に後から乗せるんじゃないの？入れるらしい。入れるよ、じゃあ、ほんとに。お花さんたちを軽く押して、レジンでなじませます。で、待って。で、チャトン入れます。入れろって言うから入れます。後々乗せるんじゃないっぽいっす、今回は。来た。これを、まず一つが、ピンク色の、ここです。ここ、ピンクの花の、ここの下に、向こう向きに沈めます。ベルベールさん、いつもチャトンの表面にレジンはつけるなって言ってるのに、もろレジンの中に沈めるっていう。よし、これで次まだあるんだよ、チャトンがあと2つ。
あ、違う、ナチュラルのフラワーもう一ついるんだ、これ。これがオレンジのここ結構入りますね。結構いっぱいいっぱいドライフラワー入れましたね。5個全部入れました。はい、からです。んで、もう一個ピンクをすいません入れるらしいです。これが赤い花の上です。まだ一回も硬化してないのにこんないっぱい入れちゃうんだ、すごいね。出来上がり楽しみ。このレジンとなじませの、であとチャトンをオレンジのここ、はい、あともう一つチャトンが赤のここ、はい、すいません、ソフトクリームが出ました。よし、今私何やったっけ、チャトンを入れたんだよね。向こう向いてるよね、裏側。オッケー、これで、そしたら、ごめん、ちょっと近く寄せますね。よし、向こうみんな向いてる。そしたら、隙間にミックスグリッターを入れるんですけど、隙間ね、結構ぎゅうぎゅうに入れますね。それがなんか、あれなのかな、コツなのかな。ミックスグリッター入れます。もうほんと隙間ないんですよね。で、できたらチャトン避けたいんですよね。チャトンとグリッターのこのあれが混ざっちゃってチャトンが見えなくなるのが嫌だ。すごい、ぎゅうぎゅうにドライフラワーを入れて、光物入れて、こんなビーズまで入れて、抜くのが楽しみすぎる。ほんとこのなんだろう、キットってなんでこんな勉強になって、そして見本で置いていくとお客様もこれ作りたいってなってくれるし。よし、じゃあこれで、硬化ですね。一回硬化をしていきまーす。いってきます。全部裏向きです。はい。はい、一回目の硬化をしてきました。なので、その間に空いてるやつにさ、この3つ入れました。入れ物。一個はね、ドライフラワーが空になったんで使います。で、これで色つけるんですけども、なんとなんとこのモフモフも色つけるらしいんですよね。多分フロッキー着色した樹脂を流し込む。で、フロッキーパウダーの混ぜ方は特に必要な樹脂の量に、必
要な量の樹脂に対し少量のパウダーを入れ、気泡が入らないように一定方向にゆっくりと混ぜます。色をセバーパウダーを足していきますっていうことで、いつもの説明と一緒なので、このフロッキーパウダー、私がつけたモフモフな名付けモフモフもレジンと混ぜるみたいです。でこのパールホワイトは普通に混ぜます。このモフモフにする意味あんの？じゃあこれオレンジのカラーじゃなんレジン、あ、塗料じゃなんでいけないんだろうっていうところが私の今不思議なんですよね。レジンと混ぜる、それが違うんですよ。どんな綺麗な感じで出来上がるのかがちょっと楽しみです。パールホワイト、あ、ラメホワイトですね、ごめんなさい。パールホワイトは車の色だ。このくらいかしら。これ最後もう一回レジン入れんのかな。あ、入れるな。これぐらいか。ちょっとオレンジの方を多く使うらしいので、それで、皆さんご存知の通り、これはちょっとピンセットでつまみます。こう？こんなことしちゃうの？なんかモフモフのいいところがなくなっちゃう気がするんですけどね。とりあえず混ぜます。一定方向ですね、はい、なんか普通のカラーリング塗料の方が綺麗につく気がする。モフモフのいいところが生かされてない気がするような気もするような。でもこれモフモフにする理由がきっとあるはずなんだよね。それはでも出来上がったらわかるかもしれないです。それはまた楽しみです。ちょっとレジンが硬いので言われた通りです。ちゃんとこれを当てます。ちょっと今手で隠したんですけど、エンボス結構威力強いので飛ばしちゃまずいものは必ず避けてください。私は今ちょっと 手で隠してました。こんな感じですかね。でもう一つの方が、ラメホワイトですね。ラメホワイトを入れます。混ぜます。綺麗です。結構マグロ祭りの帰りの方がね、今雑貨とかいっぱい出てちょっとてんてこまいでした。今日もう一本ぐらい動画いけるかなと思ってたんですけど、多分一本でこれでいっぱいいっぱいかもしれない。今日リアルタイムでアップできるかもしれないですね。今日12月29です。夜アップできたらします。最近ちょっとアップ遅くなってごめんなさい。ちょっといろいろ家事とかあって
台所に今パソコン置いてないんですよ。あの寝室に置いちゃってるんで、寝る前に家事の合間とかにちょっとできないんで、本当申し訳ないです。夜中とかにすいません、なんかもし音でやってるかと。これでここ斜めで、この下がオレンジで上がパールです。ちょっとオレンジ先入れてみようかな。どうなるんだろう、このモフモフが。皆さん年末あれでしょ、レジンなんか作ってる暇ないでしょ。私もこれ仕事がな、店がなきゃやってないですよ。まあいつものことなんですけど。私今憧れてるのは、あの家で優雅になんか自分の部屋みたいなところでレジンを作ってみたいな、販売しちゃうみたいな、そんな余裕熱。これでこの上半分はパールホワイトです。入れます。これ間の境界線をなじませるとか特に書いてないんですよね。図の通りに入れるとこうなりました。着色した G レジンを流し込み樹脂を硬化させるっていうことで、この境界線を特になじませろとか、片方硬化してもう一回片方硬化しろとかないので、これをもうちょっとここへ硬化していきます。今満タンまで行きました。近くます。はい、じゃあ行ってきます。はい、2回目硬化してきました。カラーレジンを入れてね。そしたら、次ここに透明レジンを入れます。その前にね、この時点で横から見てこの鼻の出っ張りが気になるようだった。あのすんごい飛び出した場合はカッターで綺麗に切るって書いてあるんですけど、私多分これ透明レジン塗ったら埋まっちゃうので大丈夫でこのままいきます。でしたら切ってください。ここで白レジンを持ってくれということなので、あ、白じゃない、透明。
夏の紫外線結構レジン液気にしてたんですよ。まさか冬にも固まりやすいとは寒さで思ってなく、いいお勉強になりました。本当にあのエンボスかけるとすごいやりやすいですね。気泡も消えて一石二鳥みたいな。はい、レジン盛りましたので、これでも次型から外しちゃうので、ここの面で硬化してひっくり返して硬化していきます。いってきます。はい、硬化してきました。こっちとこっちで硬化してきたので型から外します。楽しみで、ここツルツルです。私あの出っ張りなくなってるんで、鼻の後ろのとこですね、大丈夫です。抜きます。うわ、ガーリー。かわいい。ちょっとバリアートで取ります。こんな感じです。やべ、超かわいいじゃん。まだあるんですよ、こっからがな。かわいい。そしたらこれのこのかわいいやつの、ごめんね、近く寄れせ、近くに寄れない。じゃ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 、かわいい。はい、じゃあこれの表面に今度透明のレジン引きます。ツルツルなんですよ、まだあの乗せるものがあるんでね。よいしょ。やべ、超かわいいんですけど。あいて。うわ、かわいい。これ季節問わないかもね、この花。冬でも OK みたいな。夏は夏でなんか麦わら帽子についてそうな花。一年中いけんじゃん、これ。かわいい。そしたらこのかわいい上にデザインフィルムとパーツ、さっきハート残ってるんで載せるんですけど、ハートの飾りパーツの上にはレジンは引かないので、ちょっとこっちのフィルムで、見本通りにやりたいので、私スマイルを置きます。ここに置きます。スマイルだって、かわいい。でこのスマイルの上には、フィルムの上にはレジンを引きます。最後に、ハートの飾りパーツ、ここも100均さんに売ってますよね。これ十分100均さんの材料で応用できる感じですね。
あ、花か。この花は売ってないのか。五枚花売ってるけど。でもこれ私ネットで超安く買いましたよ、確か最初。ドライフラワーとかで。だっても多分皆さん作れますよね、きっと。で、このハートの上にはレジンは乗せちゃいけないそうなんで、これで硬化をしてきまして、ヒートンキャップなんです。あ、ヒートンキャップじゃないんですよ今日は。ボールチェーンと丸カンと、でこのヒートン穴開けなきゃいけないんで、これで硬化したらここの真ん中に穴開けてきます。ちょっとねここで開けてもいいんですけど、機械がお客様の工房のところにコンセントつながってるんで、そのまま開けてきちゃいたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、出来上がりました。表面硬化して、最後ここ上穴開けてヒートンをレジンでくっつけてきました。はい、かわいい。なんかドライフラワーが入ってると思えないんだよ。なんかこうやって見ると、なんか動画通すと、いや生で見るとドライフラワー入ってるんですけど、動画通すとこの辺がなんかフィルムの花使ってる感じに見える。へえ、超かわいい。もうドライフラワーをこのリボンのシリコンにぎゅうぎゅうに入れたって感じですね。で、茶筒もワンポイントでちゃんと光ってるし、あのピンクの玉もまあこれなくてもいいんじゃないかなって思うけど、まああってもまあいいかな。うん。で、ラメもまあまあ隙間にちょっと入れたんですけど、茶筒を隠したくなかったのでちょっと控えめにラメ入れました。で、例のモフモフなんで使ったんだろうって思ったんですけど、この辺がラメホワイトなんですね。こっち側があのモフモフフロッキーパウダーにレジンを混ぜたやつで着色してるんですけど、なんで塗料じゃなかったのかなって思ったんですよね。結果分かんなかったです、理由は。ただ透明感があるんですけど、でもそれも塗料でいける気がするんだけどな。なんでモフモフをレジンに入れて、これなんだろう、塗料との違いがあるんですかね。裏側なんですけどね、これ。わかんない。逆にモフモフのあのモフモフ感が全くゼロなんですよ。ただそれをレジンに混ぜてここに入れた意味が多分あるかもしれない。だけど私としてはなんか気泡が増えただけっていう感じ。気泡がどうしてもモフモフの方はあのもちろんあれもかけましたし、なんだっけ、名前出てこない、あの熱いやつ風当てましたし、ただモフモフはやっぱりね、細かい気泡が入るので、レジンにあんなぐちゃぐちゃ混ぜても一定方向で、いや出ないやり方もあるのかもしれないけど、モフモフを入れた理由がちょっと分かんない。ただ悪くはないんです、全然いい味は出てるんです。ただなんで塗料のオレンジじゃなくてあのフロッキーパウダーにしたのかなっていう、ここを全然フロッキーのパウダー質は残ってないですね。透明にしたかったのかな。液体の塗料をキットに入れられないかったからかな、わかんない。でもまあ出来上がり可愛いんで満足っていうか超満足。やべえ、これまた見本で飾っといたら絶対これくださいって言われるんだよ。これちょっと無理。かわいすぎ。だってこれも一緒にお客様のところにシリコン置いとくもん、このまま。かわいいリボン。で、見本はこんな感じでした。
やばーい、またつつのがうまいじゃん。はい、ってな感じです。で、ここの赤いこの飾りパーツ、これよく、ごめんね、画面に変えてた、セリアさんに売ってますね、これとかにも売ってるんで、いいですね、このワンポイント。これがあるのとないとで多分全然違ったかもしれないくらい可愛いっす。上に乗せただけです。はい、ってな感じで、今日はこのドライフラワーを使ったエルベールさんのキットを作ってみました。初めてです、ドライフラワーが入ってたのは。シリコンモチーフレジンキット、スターフラワーキュートリボンっていうものですね。美しいスターフラワーを使った色鮮やかなレジンチャームで、制作時間30分って書いてあるんですけど、今日ちょっともう年末バッタバタで、作り始めたの確か2時頃じゃないけど、もう3時間4時間、5時今半ですね。店は閉めましたんで、そろそろ帰ります。今日もう一本撮りたかったんだけど無理だな。はい、ってな感じですよ。三浦岬はマグロ祭りで大渋滞なので裏から帰ります。今日さ12月29でしょ、土曜日でしょ。で、明日はマグロ祭り最終日なんで、うちも最終日です。はい、マグロ祭りのね、帰りのお客さんが結構寄ってくれるんでね、明日までにしたいです。で、去年もそうだったんですけど、で、これモフモフ残ってるます、こんなにいっぱい、これも残ってます。ラーメンパウダーも残ってるんで、入れ物に入れました。で、シートもまだ残ってます。この N ってどういう意味だかわからないかわいい。で、これのお話はここまでよ。そうで、このパレットよ、これ、こことここ使ったんですね。で、残ったレジンは私は神と呼んでる、あのシリコンあるじゃないですか、なんだっけ、アルファベットのやつ、セリアさんのあれに入れてこそこそ作ってるんで、あまりのレジンはないのですよ。で、これをね、これジェルネイル用のリムーバー、これもちょっとごめんなさい、送っていただいたんです、ありがとうございます。ジェルネイル用ですが、一番レジンにいいそうなので、これでちょっと私お姉さんみたいにコットンみたいなおしゃれなの持ってないんで、ティッシュでいきます。拭くと、優しく、ね、プラスチックなんで、結局プラスチックって言っても硬いプラスチックじゃなくて、簡易的な、外で多分絵の具とかで絵を使う時用、いや絵を描く時用の、本当にそのまま終わったら捨てれるみたいな感じ、水洗いしてね、絵の具の場合はそれぐらいの柔らかさなんで、優しく拭いてください。で、この間、お姉様使って、私がこの間使って、今日3回目使い終わって、軽く拭きます。お、もふもふはちょっとしつこいぞ。あ、でも全然取れる余裕で。ちょっと時間が経っちゃってたので、私はこれ時間かかりすぎて制作にちょっと固まっちゃってたんですけど、そうした場合多分これリムーバー浸しといてもいいかもしれない、一晩こうやって。今私拭いちゃいますけど、で、この後は水洗いはしなくていいんですよ。そう、むしろしちゃダメ、したらベトベトになる。ほいさほいさ。で、さっきこっちに私パーツも入れてたので、すごい便利ですね。まあ7枚らしいんですけど、
まだ1枚しかこれしか使ってない。全然いける。まあ、お客様用は私この間紹介したやつがあるんでそれを使うんですけど、これ自分用。はい、綺麗です。明日になったら乾いてると思います。出来上がりました。綺麗でしょ。ほら、はい、また使います。まだ使います。ジェルネイルリムーバーです。ありがとうございます。使ってます。もう結構減ってます。筆とかもね、ジェルネイルリムーバーつけとくと一晩24時間で綺麗になります。またそれは今度やります。はい、ってな感じで今日はこんな可愛いのができました。ちょっと黒いねシリコンシートがね見当たらず、これこの間使った鏡の裏です。はい、ちゃんとこの鏡使ってんだよ。あ、この文字消えた。あのプラパンで戦ってた時の文字。すごいね。すごいじゃん。ジェルネイルリムーバーってすごいじゃん。やべえ、ここの作業台めっちゃ綺麗になってくんだけど。動画消してからやれって感じだよね。いや、よかった。消えた。こう賃貸だからさ。お、すげえ。ジェルネイルリムーバーすげえ。やばい、ずれたじゃん。はい、こんな感じです。今日も見ていただいて本当にありがとうございます。ドライフラワーを使った、もので、キットで勉強をしてみました。これを飾っとけばドライフラワーが出る。あのだから平たい5枚花じゃない、こっちの厚みがあるやつね。扱いはぶっちゃけ本当に難しかったんですよ。どうしたらいいんだろうなみたいな。やっぱ厚みがあるんで、やっぱりこっち側の方がとっつきはやす、とっつきやすいのはこっちだったんですよ。なのでこのキットはすごい勉強になりましたね。厚さそんなないんです。ちゃんとあの適度の厚さなんで、で私裏はみ出なかったのでツルツルです。まあ、はみ出てもカッターで削ればいいだけなんで、よかった。このドライフラワーが使えるようになったっていう勉強ができました。今日見ていただいてありがとうございます。皆さんもお忙しいと思います。年末残りわずか3日ですね。はい、駆け抜けましょう。平成最後の年末ですね。よし、帰るか。明日はね、あれよ、張り紙して帰んなきゃいけないとか、いろいろね、そういう細かい仕事があるのよ。あの今年はお世話になりましたみたいな、年始はいつからやりますみたいなやつね。はい、じゃあ今日も見ていただいてありがとうございます。またね。リアルタイムで今日あげられるかな。バイバーイ。29日5時25分です。帰ろう裏から。